今日は昼間ぐらいですかね、群馬大学の、早川幸雄教授というのは、この方、火山学の、方らしいんですけども、まあ、その方がですね、まあ、ツイッターで不適切発言というのを、まあ、繰り返してて、まあ、そのことによって、その群馬大学からですね、訓告処分を受けたということをですね、まあ、なんか、新聞にも載っててね。これその岩上さんが今日中継、ユーストリームでやってたのを見てたんですけども、まあ僕はこの早川、教授っていうのはあんまり知らないんですけども、やっぱ放射能線地図とかですね、まあそういうのとかね、あとリツイートで、たくさん流れてくるので、まあ僕はまあこの方言ってたりとかしてるのをまあ見てたんですけども、まあなんか、そのやっぱその、なんていうんですかね、まあ、本当に不適切だなって思う発言がね、やっぱなんていうかね、福島の、こういう農家ですね、サリンを作ったオウム信者と同じだみたいなことを、まあ、ツイッターでやってたということで、まあ、確かにね、僕は不適切というか、まあ、ちょっと、まあ、過激すぎるかなとは思うんですけども、でもこれは本人もですね、まあ、自覚というか、まあ、確信犯的にね、なんか言ってはったみたいで、だから、それくらい言わないと注意喚起できないというかですね。なんか、そういうことを、まあ、言ってはってね。だから、本当に何も考えずに、むちゃくちゃな過激なことを言ってたんじゃなくて、やっぱ多くの人に注意喚起する面でもね、汚染地図を作ったりとかっていうことで、まあ、割と、なんかこう、ひょっとしたら変人なんかなと思ってたら、割とまあ、常識人というかですね、まあ、やっぱりある程度考えてやっておられたんだなっていうことでね、まあ、だからまあ、でも別に僕はこれはちょっとね、なんていうのかな、そこまでせなあかんのかと思うんですけど、ただ、群馬大学がね、まあ、独自に決めたっていうよりも、やっぱ方々からクレームがいっぱい来てたと、自治体とかね、特に岩手県庁とかですね、一関市からのクレームはひどいもんがあったって、まあ、この早川さんという方は語ってらっしゃったんですけども、だからまあ僕はね、本当もちろんね、そら本当僕は安全で、まあ、垂れ流してるですね、御用学者っていうの、奴らと比べたらね、もう全然マシだろうと。本当にね、人々がね、逃げようかどうか迷ってる時にですね、いや、逃げない方がいいですよって言ってるような、御用学者よりですね、やっぱりちょっとでも予防のことを考えてね、逃げろと促す、学者の人たちの方がですね、僕ははるかにマシだと思うんですけども、どうも日本っていうのはですね、本当そうではないっていうところが、僕は一番恐ろしいなと、思うんですけども、まあ、ただやっぱまあ、言い過ぎっていうのはね、不適切すぎるっていうのもね、僕はどうかなと思うんですけども。でもそれによってね、まあ多くの人がですね、まあ、リツイートしたりとか、そういうことをして、広まるっていう面においてはね、致し方ないというかですね、だからまあ本人も望むところだったんじゃないですかね。だから訓告に関しては、素直に受けるけども、懲戒処分とかになったら、戦うと、早川さん言ってはってね。だからそういう面ではまあ、ある程度自覚してやってはったんだなっていうことなんですけども、まあだから、こういうどうしてこういうツイッターでですね、不適切発言を繰り返すに至ったかって言ったら、この人火山学なんですけども、それもやっぱり20年前の、雲仙普賢岳のね、それで火砕流で43人亡くなったと、マスコミとか学者とかね、そういうのがあってですね、自分は火砕流で、みんなが死ぬってことは分かってたんだけども、それをですね、ちゃんと、伝え切ることができなかったと、知っててですね、注意喚起できなかったっていうことを、悔やんでおられたっていうことも、まあ、語ってはってですね、だからそこを、まあ、それを教訓にね、まあ、今回、言ったっていうことでね、だから、僕はでも本当学者ってね、本当でもこれ、誰のために、いてるのかっていうことをね、存在してるのかっていうのをね、やっぱり僕は考えてほしいと思いますね。特に学者とかね、危なくないとかね、放射能浴びてもレントゲン1回で分だから大丈夫とか、なんかバナナにも放射能があるとかね、なんかそういうしょうもないことを言ってる人たちいてますけども、
本当ね、やっぱりその学者というのは、やっぱりその人々のためにね、役立つために僕は研究とかね、してると思うんですよ。それがね、その、なんかこう、その放射能の危険性というのが、まあ、はっきりしてないから、はっきりしてないというか、本当はそうじゃないんですけどね、日本では100ミリシーベルトまではわからないからですね、その場にいても大丈夫ですよっていう学者たちの存在でね、それがその数年後ですね、どういう結果が出るのかっていうのを考えたらですね、本当にそれが人々のためにね、僕は役に立つのかなと、子供たちに異常が出たりとかね、そういうことをした時に、この御用学者のたちっていうのはですね、責任取るのかっていうね、って言ったらですね、全然違うだろうっていう話でね、そういうことを考えたらね、本当に今でこそね、そのまだその目立った、特に目立ったですね、その結果っていうのは出てきてないですけども、数年後子供たちとか、妊婦とかにね、その異常が出た時にですね、本当に、今この御用学者の言ってることっていうのはやっぱ覚えておいた方がいいと思いますね。お前ら責任取れるんかいと。っていうとこでね、だから僕はその早川さんのこのツイッターの発言っていうのもね、どうかと思うんですけども、でもやっぱりそれぐらいしないとですね、人々は分からんのですよね。だから一方で安全だっていう御用学者がいてね、その、大丈夫なんだと思ってしまうと。っていう、その現実がある以上ですね、ちょっとは過激なことを言わないと注目もされないし、見てもらえないっていうね、そういうのもあるわけですから、それは存在してないのと一緒ですからね。だからそういうことを考えたらね、僕はこれぐらい言っても、まあいいとはね、思うんですけども、まあただやっぱり、まあ、今回のことをきっかけに、もうちょっと、まあ、気をつけて発言した方がいいかなと思いますね。だからもうある程度その放射能とかの危険性っていうのは、まあ、みんな分かってきてるわけでね。その、この間の、粉ミルクからセシウムでもね、その基準値以下でもですね、その、無症候感っていう報道とかなされたように、やっぱある程度みんな敏感になってますから、僕はそこまでその、なんていうのかな、その、過激なことを言わんでもとは思いますけどね。そんなことまで言わなくてもわかるかなとは思うんですけども。やっぱりでも、まあ、こういう人はね、僕は絶対必要だと思うんでね、多くの方が、支援されてるみたいなんで、まあ、やっぱりちょっと安心しましたということ。